はい、皆さんこんばんは。万歳オンエアのチャンネルです。夜です、夜です、夜万歳オンエアです。夜バンコク在住ワンルームマンションオンエアチャンネルです。夜モトブログです。今日はね9月1日、昼間もねこの道通っちゃいました。大刀っていうね、あの本当のタイ人がやってるタイローカルの日本食店行ってカツ丼とカレーいただいてきたんですが、今ね時間は10時15分前ぐらいかな。このね夜モトブログもね、あのこのイルミネーションというかねカメラがすごく明るく映ってくれるのでいい感じっていうのでね、たまに今日金曜日なのでね花金花金、それでちょっとね毎週金曜日はちょっと夜お外に出ようかなと思ってね、明日はまたね忙しいんです、土日、で最近ちょっとだけ日が重い土日なんですけど、気が重いのはちょっと怒られちゃうね。それでね花金、いわゆるナイトライフでございます。万歳オンエアのナイトライフはだいたい寝てます昼も寝てて夜も寝てるという、だからねあの昼ね寝てるんだったらせめてねちょっと涼しくなった夜ぐらいねお外に出ろよっていうような感じで、なんなもんでね今ちょっとばかりねお外に出ちゃってます。さすがにね昼と違って涼しいです。蒸し暑いですけどね、湿度は高いって感じですけどね。9月1日、9月1日です、はい、ここはね、あの右折する車とねちょっとややこしいところなんですよ。はい、万歳オンエアはここから先進んでいます。はい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 、そんでね、今日9月1日の、万歳オンエアのチャンネルね、なんか不思議な事態になってます。今日ね公開したねバンコクの日本人居住区みたいな題名だったかな、忘れやった、今ちょっと画面ご覧ください。その動画がねなんとね1日、今日まだ朝あの朝8時バンコク、ね日本だと朝10時なんですが、そこで公開した動画がねあのいつも通りのね何気ない、ね、内容なんですが、家出るときは1300ぐらいだったかな、珍しいんです。だいたい万歳オンエアの動画って言ったら、まあ、普通は150視聴者回数ね、視聴回数、ちょっとね見ていただいてありがとうっていうのはね300視聴者回数ぐらいなんです、動画一本につけね。それがね1300、一体何があったんだろうと思ってね、それでその動画そのものはね今こうやってねいい感じで、あの上と下の比率比率、あの道路のこう境目との比率が結構うまくいってる予定なんだけど、このちっちゃい画面が映ってんだけどね、これだけだとちょっとよくわかんないですね、目が悪いんでね。あ、前の女性また横座りしてるね、はい、これ最近も取り上げましたよ。なのにね、まあ、内容的には、まあ、あのどんどんっていうフロンポンのね皆さんで集まるその会にこれから行くんだよなんてね話しながら、で、まあ、内容的にはもう日本食、バンコクの日本食がすごく高いっていう話、それって皆さん興味ありますか。あとね早めに着いたんで、あのフロンポンのねあのどんどんってお店の資格、これはあのスクピットソイ39って日本人居住区なんです。しかもねあの現地採用、あのタイでねあの採用された日本人じゃなくて、日本からね出張扱いであのこっちにあの赴任されてる、まあ、駐在さんですね、駐在さんが住んでるようなあのそのエリア、そこもねなんかね画面がすごく悪くて地べたばっかり映っててね、でやむを得ずそのお店だけあの
別の写真なんかかぶせちゃったりして、そんな動画だったんです。あとあの中のね情報で万歳王山、これはちょっと誇れるかな、誇れるしかあんまり慣れない YouTube では出ないあの情報かなっていうのは、あの地区のね、あの駐在さんがいるような地区のコンドミニアムのオーナーに日本人が結構じゃなくて日本人もいましてね、でその日本人がオーナーのコンドミニアムにその駐在さんが居住するわけです。これはワンルームなんかじゃなくてファミリータイプの場合が多いんです。で最初ね、よくあるパターンっていうのはそのお父さんだけが駐在でバンコクに来て、それでその駐在のお仕事が伸びちゃってね、そのお父さんが頑張ってる証拠ですよね。それでもうしばらく駐在に時間かかりそうなんで本帰国できない、日本に帰れないっていうことに なると、お母さんとね子供さんたちも後追いでね、最初旦那さん単身赴任、そのうちお母さんと子供さんもねタイにやってくると。まあタイのねバンコクの日本人学校は今もそうなのかな、ちょっとこれから情報を仕入れたいと思いますね。これからか後日ですけど、一頃ねバンコクの日本人学校は、小学校と中学校を合わせてね2500人ですよ、この少子化でいたんですよ。まあ今もっと減ってる、まあ今言ってもいながらもコロナってね、雨降ってきたかな、ちょっと降ってるね、コロナのせいでね帰任された駐在もいっぱいいると思うんですけど、今また戻ってきてると思うんですよ。それで日本人学校の生徒さんが、まあ、何人いるのかちょっと存じ上げてませんが、それね日本人学校の先生やってる方ともちらっとだおつながりになるので、ちょっと機会があったら聞いてみたいと思います。今もそうなのかな、中国全世界の日本人学校の中で一番ね生徒数が多いのは上海なんだそうです。上海だけど今ねこういった事情ですからね、なんか今日また闇の熊さんの動画見せたらね、ついにね中国のね日本の、ま、お寿司屋さんに放火されたんだそうです。それで垂水大使が反撃したとか、反撃したのか知らないか知らないですけど、それでねまあ、騒いでるそういったあっち方の人たちをギャフンと言わせる、まあ、論破するっていうかね、そういった7つの項目を取り上げて、いや確かにおっしゃる通りこれじゃああっち方の人も何も言えないよね、もう日本は科学的に処理してアルプス処理して、そこでそういったなんていうんだ有害物、各有害物を取り除いて、そのアルプスで取り除けないものだけがトリチウム、なんだっけ三重水素って言うんですけど、三重水素、それを水で薄めて海に流すと、そういうことをやってるんだけど、はい、それはねもう中国の人を言わせるとね、トリチウムはそんだけだけど、それ以外の核有害物はいっぱいあるんじゃない、だからアルプスで先に取って、それで取れなかったものをトリチウムを薄めてねで流すんだって言ってるのに、それは信用できないと、挙句の果てにね中国の方が数値的には高いんだけど、その中国のその水は普通の事故でない原発から流れてるものだから大丈夫だけど、福島から出るのは数値は低くてもね事故を起こった後の水だから信用できないと、まあねそういう国だからそういったような発想になるんだろうと思うんですけど、それを見事に覆すようなその新しいその主張が日本の方から出てきてね、いやそれは素晴らしいのと。その中の一つだけ覚えてるのはね9.11 ですよね、とメルトダウンして、それでその時も
海水で燃料棒を炉かな、それを冷ましてたのかな。その時はバシャバシャね、海にね流れ出てたって言うんですよ。その時の被害の方あったのかっていうのは、そういったような論法だったと思う。まあ、なるほどな、納得するようなね、広島とか長崎の原爆の後、そんな核のね、大変なことあるんだと、その後広島っていう町なんかちゃんとできるわけないだろうとかね、皆さん黙ってしまうという、そういうね、まあ、正当なね、主義主張が出てきたということでね、あ、それはいいんじゃないかなと思いました。ということで、いつもバイク止める場所が近づいてきたので、そういったことをちょっとおしゃべりしました。なぜか知らないけど、小バズりしてるバンザイヨーヨーのチャンネルでした。はい、じゃあにゃんごちゃんコーナーです。ねえ、サビ猫ちゃん、はい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 、ぐるん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 、噛んじゃダメ噛んじゃダメ噛んじゃダメ、甘噛みだけど噛んじゃダメ。にゃんごちゃん、ウィーン、はい、久しぶりにカレー食べに行ってくるよ。あんたここ住み着いちゃったね、にゃんごちゃん。にゃんごちゃん、にゃんごちゃん、はい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 、サビちゃんサビちゃんサビちゃんですよ。はい、なで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 、はい、なで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 、はい、バイバイ。